見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。命を手放した状態、あるいは時には生きたままコインロッカーという狭く暗い空間に捨てられ放置された赤子たち。前編、出産した赤ん坊も置き去りに、コインロッカーベイビーの悲惨な現実でも説明したが、現在よく知られるコインロッカーベイビーの怪談はそんな彼らにまつわる話だ。以下にその内容を記そう。お母さんはどこ？ある時、結婚していない状態で子供を身ごもった若い女性がいた。まだ学生で、恋人からも捨てられてしまった女性は、親に相談することもできず一人で赤子を産んだ。しかし的にも子供を育てる余裕はない。迷った末、彼女は赤子を殺した後、ある駅のコインロッカーにその死体を入れ、立ち去ってしまった。それから数年後、就職した女性は、それまでずっと避けていた自分が赤子を放置したコインロッカーのある駅を、仕事の都合で使わなければならなくなった。駅の改札に行くにはコインロッカーの前を通らなければならない。女性が早足で歩いていると、子供の泣き声が聞こえてきた。ふと見ると、あのコインロッカーの前で4、5歳の女の子が泣いている。しかし周りの人間は、そこに誰もいないように無視して通り過ぎていく。女性は迷った結果、女の子に声をかけてみることにした。どうしたの？しかし女の子は何も答えない。それにしても、この子の親はどうしたのだろう。そう考えた女性は、質問を変えてみることにした。お父さんは、しかし少女は首を横に振るばかり。じゃあ、お母さんは、女性がそう尋ねた時だった。突然女の子は泣くのを止めて顔を上げ、女性を睨みつけた。お前だよ、まだ生きている赤子をコインロッカーに放置する。コインロッカーの前に立っているのが女の子ではなく男の子である。といった細かな違いはあるが、おおむねこのような形でコインロッカーベイビーの怪談は語られる。コインロッカーに捨てられた赤子が成長した姿で現れ、自分を殺した犯人である母親を告発する、という内容になっているのだ。